まあ、なかなかチームの状況が良くなかったですけど、まあでも勝ち点1を、まあ、しっかり取れたんで最低限良かったかなと思います。しっかり、練習から続けていって、で、まあ、ピッチに立てたらしっかり自分のストロングポイントを出していって、でいい結果につなげたいと思います。